がんじがらめにはめられて手も足も出せねえ動けねえ泥だらけで汗まみれ転んだらまた立ち上がれ Days of the fire 狙い定めたらありだけの力をぶつけてやるのさ Fire 逃げるな悩むな戸惑うな戦いがそこにあるのなら背中を見せずに突き進め勝利を目的に I'm a fighterワールドの神、ビーダマジン様にお願い申し上げますじゃ。このブチャネコじいさんは賢者アルバーダ。見た目のひょうきんさとは裏腹にビーダマンのマシンを開発する偉い仙人なのだ。このマシンはコバルトブレード。わしが精魂込めて作り上げた世界でただ一つの最強マシンじゃ。このコバルトブレードを捧げる理由は他でもない。ついに新たなマシン、ビーダマンゼロの完成じゃ。なんじゃ。わしの開発したビーダマンゼロシステムは心悪しき者たちに利用されようとしている。そこでビーダマジン様にお願いですじゃ。来たるべき不吉な時代に備え、どうかこのコバルトブレードを真のビーダーのもとへお導きくだされ。どうかこのわしの願いをお聞きくだされ。オッケー。おお、月日が流れた。やばば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 ば
つが大和ヤマトか。そのようですね、兄さん。いよいよゴールが見えてきたね。あんなやつが例のマシンを信じられんな。ワイの一等賞や。どうしたのヤマト。お女である母ちゃんにこの痛みをどんな言うて伝えたらええんかいの。伝えんでええわい。ふにゃしかし今日も客がさっぱりやな。それやのに客が一人もおらんのに。母ちゃん何作ってるんやろ。やばあ。またや。いつもここにこうしておると妙な幻が見えよる。一体全体どないなっとんのや。間違いない。きっとあれがヤマトのことを呼んでるんだわ。ね、ヤマト。にゃぱ。お砂糖頼むの忘れちゃったの。また買い物に行ってきてくれない？おう、任しとき。なんや？ビーダマンよ。ここで解説ですにゃ。ビーダ同士の戦いで最も神聖な教員がこのバトルフィールドで行われるディレクトヒットバトルだ。持ち玉は全部で10発。これを発射して相手のアタックポイントに命中させると。これで勝負は終了。打てなくなった方が負けというルールなのだ。ちなみに正式なバトルをスタートさせるには2人のビーダーが声を揃えてこう叫ぶ。ビーファイアー。かっこええな。ワイバサンドの飯よりもビーダーマンが大大大大好きなんや。ワイもいつかはビーダーマンを手に入れてバトルしてみたいもんやな。なんや？いやいてめえら、誰に断ってここでビー玉にやってんだ？そんなこと言われても、僕たち。ここは俺たち兄弟の縄張りなんだよ。さっさとどきやがれ。おらおら。ちょい待ち。なんでてめえは？誰かでええわい。わいはこういうのを見て見ぬふりでけん性分なんや。なんでどこぞのビーダーかと思ったらお使い会議のガキじゃねえか。なんやと。ビーダーマン持ってねえやつの話なんだ聞く耳持たねえぜなあ兄弟。あーちげえねえや兄弟。あんなその目は。いてめん見るぜ。あいつもなかなかのもんやで。怪我なかった？え？
誰や？はじめまして、僕は…猫の会！ビーダマン。ヤマト君ってビーダマンに触ったことないんだ。うん。ビーダマンのことを話すと、なんでかワイの母ちゃんがえらい悲しそうな顔になるんや。それで家ではビーダマンの話をしないんだね。そういうこっちゃ。母ちゃんのそないな顔、あんまし見とうないよってな。それじゃあ、僕はこの辺で。そう言わずに茶でも飲んでいき。また今度にするよ。それじゃあ。ああ、じゃあな。ご近会！またね、ヤマト君。ああ、まったく、けったいなやっちゃで。あ、そういや、あいつの名前聞くの忘れてもた。まあ、ええか。今度会った時に、聞いたらええしな。おい、見え！今帰ったで！親を名前で呼ぶな！まったく、もう、なんじゃもう！ヤマトーン！あ？じゃーん！これは、にゃぱぱぱぱ、ワイの大好物のケーキやないか。そうか、母ちゃんこれ作っとったんか。そうよ。にゃはん。時の経つのは早いわよね。野良猫と一緒に暮らしていたあんたを拾ってきてから今日で6年目。今夜は、あんたの誕生日みたいなものだもんね。母ちゃん、ありがとな、母ちゃん。わいみたいな野良人間をちゃんと育ててくれて、わい感謝しとるで。お気に。ヤマト、そんなこといいから、ほら早くろうそく消しなさい。よっしゃー、ほな行くで。伝説のマシン、コバルトブレードを渡してもらおうか。なんや、コバルトブレードって。とぼけるな。この家にあることは分かっているんだ。さっさと出せ。あ、さあ、おとなしく渡した方が身のためだぞ。いえ、コバルトブレードはどこにある。許さへんで、このスカタン。母ちゃんのケーキをよくも台無しにしよったな。そんなことで怒っていたのか。ま、いいだろう。この世界ではトラブルが起きた時にはこいつでケリをつけるのが習わしだ。ビーダマン。ああ、そうさ。俺のことを許せないのなら、この俺のクロムゼファーで勝負だ。さあ、構えろ。それは。どうした？まさかお前、マシンを持っていないのか？マシンを持っていない奴がビーダーであるこの俺に、よくも大きな口を叩いたものだ。どうした？答えろよ。
ワイにもマシンが。ビーダマンがあれば。なんだ。なんや。時が来たのね。ついにこの時が。コバルトブレード、これってワイの幻に出てきたビーダマンや。コバルトブレード、それがこいつの名前か。ヤマト、そのマシンで戦いなさい。母ちゃん、それがあんたの運命なの。母ちゃん、わかったで、母ちゃん。面白い、ならば俺と勝負だ。所詮は素人だな。何やって？お前は勝負を焦り、相手の動きも見ないで連射した。その挙句、玉込めのタイミングを失い、隙だらけになっちまったのさ。悪いな、これ以上遊んでる暇はない。俺を待っている人がいるからな。お兄ちゃん。これで終わりだ。うわっ、ガラキだぜ、勝負あった。あかん、もうダメや。ヤマト、諦めんな。そうや、ワイにはワイの戦い方がある。ヤマー、とどめだ。なに、弾がすり抜けた。アホ、なわけあるかい。避けたのか。なんて速さだ。残り一発、ワイはこの一発に全てをかける。すまんかったな、コバルトブレード、危ない目に遭わせて。でももう大丈夫や。ワイは死んだってお前のそばから離れんからな。なんだ、やっぱりヤマトはあのマシンと共に生きる運命感じる。感じるで、この波動、この輝き、この息吹、ワイのビー魂にバチバチ伝わってくるんや。コバルトブレード、おのれ。なに、今度はこっちの番や。いっけー、バカな、さっきまでとはまるで別人。なんだと。
くの。ヤマト、やったじゃない、すごいすごい。こいつのおかげや。これからもよろしく頼むで、コバルトブレード。面白いことになってきたようね。アババ様、ヤマトを倒す任務はぜひ俺たちウェン・リー兄弟に。見事に奴を倒してみせましょう。あら、ちょっと待って、誰かしら、変なのが出てきたわよ。ヤマトとやら、今度はこの俺と勝負だ。なんやお前は。見事グレイを倒したヤマトの前に突如現れた謎の少年、果たしてその正体は何者か。というわけでこの続きは次回を待つのにゃん。ワイのビー魂、風なんかに負けへんで。ビーファイヤー。